前回の動画でご紹介した宝塚歌劇団のブスの25箇条ですが、あまりに辛辣で心に刺さりまくるので、その25箇条をひっくり返した宝塚が認める美人になるための美人25箇条もご紹介します。常に笑顔、お礼を言う、美味しいという、目が輝いている、正気がある、いつも口が微笑んでいる、自信がある、希望や信念がある、自分を知っている、声が大きく元気、周りの人の意見に耳を傾ける、愚痴をこぼさない、他人を恨まない、責任転嫁をしない、周囲が悪いと思わない、他人に嫉妬しない、他人に尽くす、他人を信じる、謙虚である、人のアドバイスや忠告を受け入れる、何でもないことは気にしない、楽観的に物事を考える、問題意識を持つ、存在自体が周囲を明るくする、人生においても仕事においても意欲がある。ちょっと安心して聞ける気がしますね。それにしても厳しい競争の中、常にトップの人気を維持している宝塚歌劇団、宝ジェンヌの凄みが伝わってくる25箇条ですね。